e えー、そういうわけでですね、<ー>第四部でございます。はい、います遅い時間の、えー、ほぼレギュラーとなってまいりました板谷孝一さんでございます、はい。よろしくお願いします。なんかじゃあ先にイベントの宣伝しときましょうか。えー、後でお世話になると絶対できないので。<laughs> ありがとうございます。何か明日、明日、あ、明日二月三日、はい、節分の日に。節分の日が終わった後ですね。あ、そうですか。 12時からのイベント12、はい、<laughs> 12時って24時からのイベントになりますけれども新宿のロフトプラスワンという、はいえー、イベントライブ会場で,ですね、はい、月刊ムーの読者イベントをやることになります、はい、月刊ムーをですね創刊号から振り返って、はいえー、みんなでいろんなお話をしましょうとファンイベントなんでほのぼのぼほのぼのと。 UFO の話アリーのオカルトの話アリーのじゃあ、あの、のあの明日出演なさる水上龍太郎さんは。ええ、明日はややビリーバーの仮面をかぶって出るんですか。いや、そんなことないですよ。あ、そうっすか。 えだってファンイベントだから、あ笑う笑うビリーバーじゃないんです、ファンです、これ重要なので、タイトルが「あの裏ムーミンナイトで」って、はい、副題が「灰色の夜」っていうことになってますので、はい、ム,ム,ーミンムーミンっていうのは、ムーカタカナで、ミンは民のタミンです、ね、そうです,そうですあの、月刊ムーの有名な読者コーナーのタイトルがムーミンっいうはいい。だから皆さん、ムーミンが集まると。 はいはい、はい、でえー、ムータミと書いてムーミンと読むんですねで,すねであくまでファンイベントなんで白黒はつけません、はい、あだからだから灰色ということなのでそれはですねタイトルひねり何が灰色なんだろうって思ってたんですよええー、白でも黒でもなくみんなでまったりとした空間を楽しみましょうと。 で、あのー、まあ、当然ながら、あの、白い人、黒い人、来ると思うんですけど。はい、どちらも楽しめるように、いろいろ思考を凝らしますので、はい、ぜひ来ていただけ。司会なさるんですよね。明日、ね、え、多分、そうだと思います。というのはですね。えー、あのベンツに司会できそうなのは。<laughs> 多分ですね。僕も司会って言っても、多分司会みたいなしかいらないので、初めに、こう、注意事項を話したりとか。そうですね。あの、皆さん、暴れないでくださいとか。<laughs> あの、ここでは、主義主張は忘れて。 あくまでみんな仲間だから楽しくやりましょうみたいな、そういう話をすることになってます。ああそうそうあルール、ルールをまずてできないルールですね、そうそうそうで、えー、まあ当然のことながらですね、題材が題材なので、はい、それは俺の考えとは違う、俺にもっと語らせろって,って騒いだやつは、退場退場です。はい、いや、これ本当に退場しないと、イベントとして成立しないんで、はい、あんまり暴れる人はごめんなさいとルト。あの業、オカルト業界ってのは、こう、はい、なんていうの 一人ずつこう論を立てるみたいなのがあるんですか、はいえー、と、えー、それともあ<ら>あの大きく分けて二つとかなそういうのだと例えばですねかり歴史の分野で分かりやすく言うと邪馬台国はどこにあったかみたいなあもうそれは血で血を洗うそうそうな争いに、ね、九州だったり近畿だったり。 近く前の王朝がどこにあろうとしたことではないとか思うんですけどでもあの、あ邪馬台国がどこにあったかっていうのは、あのムーの、月下ムーンの非常に主要なタイトルの一つですので、ああそれはムーの中でも当然ありますからという話ですね、あ<ー>でこれであのまたほら、UFO は宇宙人だっていう説もあれば、うん、UFO は実はウーマで、あれは生き物であるっていう説もありますからね、あああああアダムスキー型円盤は、実は宇宙ガメの一種だみたいな。 <laughs> そういうことを主張する方もいらっしゃるということで、はい、そういうことをイベント会場で大声であの叫ばれてもですね、叫ぶ人がいるから言ってるんですよね、そうそうそう、多分いそうな,、うんそうなふう、だから誰が来るか分からないです、実は。ああそうなんでですすか多分ねここを見てる方は、ですねちょっとさりげなく、ですね、うん、あのツイッターのところで、えー、ウラムーミンナイトの検索をかけてみると、ですね実にいろんな方が。 なぜかリツイートしててくれねあの私の経験から言うと「いや俺は大声で叫ぶ」みたいなことを言っても実際叫ぶ人ほとんどいないですゼロですただどんな人が来るのかが分からないという意味で客層が分からないそうです客層が読めないんですよだからちょっとって感じで楽しみですねそうですねだから僕らも蓋を開けてみるまで分からないんですけどきっと来たら絶対楽しんで帰れると思いますのでぜひ。 じゃあ、ご覧の皆様、まあの明日の深夜ね、はい、ぜひあのプラスワンへお越しくださいませ、はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。水上さんはお話面白いよね。そうですね。うん、で、今回のイベントは実はメインプレゼンテーターは水上さんで、うん、だから多分あの司会っていうらしい司会は必要なくて、水上さんがメインでずっと話している感じかなと。うんうん、で。 みなかみさんが、えー、実はみなかみさんとあの月刊ムーンの定期購読者で、うん、ほぼ送刊号から全部お持ちだということなんです、うん、それをデータベースにしてあるのでもうバッチリいろんなことができます本当、うん、とオタクだねあの人はねはい、えー あの世界一自炊してる人じゃねえかとちょっと思ったりします世界一じゃないですね、一、まあ、<前>いで人実はちょっとみ上さんと話したことがあって、実はみ上さんって一人で自炊始めたんじゃなくて、はい、お友達と二人で始めたんですよ、二、はい、人合わせて、なんかそろそろ10万冊ぐらいいくと思うんですけど、うん、でそところがですね。あの 2人とも微妙にジャンルが合わなくて、はい、重なるものがないって言ってたので、はい、多分、片方もみ上さんと同じぐらい自炊してるから、はい、すごい量になってるんだと思いますよ、うん、なるほどね、はい、ちなみに今回のコミケではっきり分かったのは、ね、まだまだ日本人は Kindle に全く興味がないということがよく分かりました。<laughs> はい、というわけで、えー 公表企画ですけれども歴史はカロリーで動いているということで、はいえー、お話しいただきたいと思いますけれども今日はどの辺でえと前回一応中世ちょっと復讐するとイスラム教徒は実はカロリー理論にとってとても敵にめいた人たちで、はい、あの思想でもって世界を征服したんですけど、はい、それに応じて対抗するためにヨーロッパの教会が頑張って農業革命を起こしたおかげで、はい、ヨーロッパはちょっと豊かになったと。はい そ,のそれでいわゆる暗黒の中世というのが、実際、暗黒時代だったかどうか、いろいろ議論ありますけど、はい、暗黒の中世の、えー、農村地帯とかっていうのは、はい、余剰カロリーが生まれるようになったっていうところぐらいまで話したと思います、はい、で、今回はです、ね、そこからちょっと一歩進めて、はい、都,市都市文化が成立して、はい、かつそこから大航海時代がどういうふうにできたかぐらいまでを視野にした、はい、ダイナミックな話が大航海時代って、カロリー理論で説明できるんですかいや もうあの大航海時代からです、ね、20世紀前半の植民地の時代の,、はい、その経済のダイナミズムというのは非常にカロリー理論にとっては、ね、あの好都合,の好都合な,状な状況がいっぱい起こるんですねはい、はい、でまず、えー、先ほど言ったみたいにヨーロッパは農業が豊かになって余剰生産物ができるようになりましたと、はい、余剰生産物ができるとどういうことが起こるかと、はいあのー、自分たちで食べたら余りました、ね、余った、はい、どうなるんですよ でそれをどこか売りに行くわけですよ、はいはいで、売りに行くってことは、そこに売れるところがなきゃいけなくて、はい、でそこでロジスティックな、うんまあ、ロジスティック、物流の世界ですね、はい、が成立するわけですよ、で、えー、昔の,あのヨーロッパっていうか、昔の日本とかとは違って、ですねヨーロッパの国っていうのは、あの隣の村と村とか、非常に離れていて、こじんまりした村がいくつもあるみたいな。うん そういうい状態なんですねこじんまりした村がいくつかあってそこでちょっと余った隣の村に持ってったちょっと余った隣の村に持ってったってやってるのはとても効率が悪いので、うんえー、物を集めやすいところっていうのがローマ時代からあるのでそこに物が集まるようになってくるんですよで余ららないと物も集めそうですねで余ってるところから今度物がないところに物を移すっていうそういうのを担う人たちが分かりやすく言うと商人だと。 で、えーまあ、僕らは商人っていうとなんかお金をやり取りするような人みたいに見えますけど、うん、まだヨーロッパっていうのはそこで通貨文明に入ってないんですね、うん、えと一度キリシャローマの時代に若干通貨の文明が入るんですけどあの中世になるとまたお金の文化じゃなくて物々の物流のやり取りに戻ってしまうので、うんうん、その時に、まあ、小麦をやり取りしたと。うんでえー 小麦が取れないところにお金をあの物を運んだというそういうやり取りで、うん、えいろいろ経済を発達させていくと、じゃあそういうふうにできた土地都市っていう、まあまあ、いわゆる都市ですよね、まあ、都市のところに物が集まってくる、はい、ここがだから生産、カロリー理論でいうと、うんえー、食べ物の生産だけが生産なんで、うん、そこが消費値ていう扱いになりますね。 農業が生産が高くなってくるとここがちょっと論理が複雑なんで頑張りますはいはいあの生産が高くなってくると実は人口が減るんですなぜですかつまりですね10人で100作ってたとしますね10人で100作ってたけどおらが村は30でいいわってことになるとなるほどあの実はですね 農村は消費しないので食べ物だけしか消費しないということは70余るわけですよ余りますね70ねで10人で100作ってたものが70余ったら、うん、あのその農村としては7人余計な人間になるわけですよ、うん、7人余計な人間ええ、ね、だから30で済んでしまうから,、うん、から10人で100作ってて、うん、で自分の農村は30で OK、うん、したらその7人余計になっちゃうわけですよつまりあの。え、ね 過剰労働力として過剰労働力というか自分たちは100作っても30しか消費できないだ70捨てるしかない、うん、でそれ街に持っていくって言っても限界ありますよねというん、ってことは農村の規模が変わらなければらいらないそうそう大量生産できるようになってくると、うん、人が余ってきちゃうんですねああこんなに食わねえからそうそうそういりませんそう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 ,うそうそうでうそう いや今思い出したのは全然話変わりますけど、ええ、あの江戸時代の農村は、はい、なんで口減らしにみんな江戸に子供をやったかって言ったら、ええ、生産力が上がったからそうですそうおだから、うんえっと、今のやつはちょっともうちょっと分かりにくいと思うんですけど、はい、実は耕す土,、はい、土地のサイズが決まっていて耕す土地のサイズが決まっていて生産力が上がってしまうから人がいらなくなるわけですね。 でそうすると、その人たちはどこ行くかって行くとこないから、都市に行くしかないわけですよ、そこで自分たちで消費するんですけど、限界がありますよね、とだって、ね、仕事してないから、あはい、消費できる、ね、消費できないわけですよ、飯食いて、でも働かなきゃいけないって、働く先がない、その勢いが、じゃあどこで働こうかっていうふうになったときに、アドベンチャーになるわけですよ。えー、開拓 まあ、だから、一つは開拓、でうん、もう一つは戦争,戦争、はいで、それでもまだ人が余る、人が余るそうすると船に乗って外に捨てちゃえっていうあ<ー> <laughs>、まあ、機民政策っていうと、ちょっと語弊がありますけど、要するにそういう,う勢いの人たちがあぶれて、えー、海の街、山の街、まあ、は戦争もそうですけど、そういうアドベンチャーなところに行くことで、ヨーロッパっていう国は動き出すわけですね。 なんか全然関係ないですけど今あの文化大革命の時の話を思い出しましたよ。ええ、でアドベンチャーに何したり,したりで <laughs> それで大公開。大航海まあ、だからアドベンチャーなんであのその人たちはもう土地に帰っても食うとこも住むとこもないんではい、はい、とりあえず海に船に乗って行けばいいって で都合がいいことにですねあ<ー>、あのー、いろんな人たちが、まああのまあ、特にイスラム圏から経由の情報ですけど<ー>海の向こうに国があるってみんな思ってたんで,あ<ー>でそこがもうだからあるって分かってるから、まあ、そんなにアドベンチャーって言ってもアドベンチャーはアドベンチャーなんですけど行って何もないということはない。ないででヨーロッパのの人って当時の 文化水準から言うと非常に行けばなんとかなるみたいな感じのところがあってそれでみんな旅行と,旅行という言い方ちょっとおかしいですね海に海へと出ていくとでそうすると A という国から船出した B という国から船出したって競争が成り立つんですねたまたま小さい国が集まってたんでお互いに競争することで、えー 勢いがついて、大航海時代っていうふうに、だからヨーロッパでは大航海時代なんですよ、うん。その当時、全世界的に見ると、はい、まあ大航海の時代は終わってるんですけど。あ、そうですか。ええ、あの、テーって聞いたことあります?定。ないあ和ないですね。はい、えっと、中国でも、航海時代とか、冒険時代がやって、あるんですけど。はい、そういうのって、ヨーロッパに比べると、もっとずっと昔なんですね。うん、で。ヨーロッパの、その航海時代っていうのは、はい。 あの15世紀、6世紀とかっていう、あのまあ、だからに、十何世紀みたいな感じで言われるじゃないですか。<laughs> はい、だけど、ヨーロッパのあ、アジア圏の歴史っていうのは、うん、あの大航海をする前に、うんあの、砂漠横断時代っていうのがあって、ゴビ砂漠を横断してて、まあ、ゴビ砂漠当時から本当にどれぐらい大きい砂漠だったかちょっとわかんないんですけど。あの ステ,ップステップを馬で走り抜けてっていうのがあのチンギス・ハンの大帝国になったりとか、はい、あのインド洋を渡って、えー、マラッカ海峡のところを商人がやり取りしてみたいな話がずっとあるわけですで、えー、7世紀8世紀とか10世紀よりもちょっと前ぐらいのところではイスラム商人たちがもうすでにインド航路とか。 描いててそこを地中海に運び出すルートが成立してるわけですから、はい、もう他の国はもう非常に国際化されてるんですねだからヨーロッパだけが遅れてたとああ後進国だったんですねそうですそうですはい、はい、でだけど後進国だけどそこがあれですよあの日本もそうですけどあの、はい、宗教的に迫害されてると強くなるんですよ、はい、で当時はイスラム圧力っていうのがあったのでヨーロッパのキリスト教徒たちは精神宗教的にも 圧力がかけられていて、はいでそこで神に海に出て世界を征服するのはヨーロッパ人の宿命だみたいな感じを持っておおめでたい、ね、おめででたたいいそういう勢いでもって、まあ、行くわけですねだから、うん、でじゃあ今度そこのところで海の向こうに出ていきました、はい、で偶然運が,運が良かったっていう言い方をすると、うん、現地の人に非常に失礼ですけどたまたま。 えー、野蛮ななヨーロッパ人人に文化的な人は弱かったら、うんえー、当時食糧事情も非常に良かった国っていうのがあっても、うん、そういうところにいきなり刀と槍と鉄砲を持った人たちがガシガシやってきて、うんえー、征服しちゃうっていう時代がずっと続くわけですよ。うん、それがヨーロッパの大航海時代で、うん、文化的な土地を征服して、うん <laughs> えー、キリスト教という、うんまあ、ある意味野蛮な宗教を導入して。うんうん えー、なんていうんですかね、そこの支配を打ち立てるとで、そこはなんか今の歴史の話ではいっぱい出てきますけど、そこだけだとまあ、カロリー理論的には特に面白みがないですよだから何的な話ですよね、うんで、じゃあ、そういうことの結果、結果その国たちがどういうふうになったかっていう話です。うんで えー、ヨーロッパという国がさっき言った通り、えー、食料分、だから食料増産に成功したせいで人が余ってしまって、海の向こうに送りやられたと、うん、でそうするとですねあの、海外を征服したとか、船を海外に送って、うんえー、人が都市に集まると、都市の消費量というのはどんどん増えていくわけですよ、でこの人たちは何にも生産してないから、どこかで生産しなきゃいけないって考えるわけですね、うんうん、じゃあ、どこで生産したらいいでしょう。うどこですか、ね でそれを海の外でやったのが植民地ってああなるほどねなるほどで、えー、僕らがよくプランテーションという言葉を聞くと思うんですけど懐か,しい懐かしいでしょプランテーション農業っていう <laughs> い多分あの歴史のべん世界史の勉強すると必ずテストに出る言葉でプランテーションい,、はい。でちょっと歴史的にはもうだいぶ先回りしちゃった形になるんですけど、はい、プランテーションっていうのはですねあの本国の、はい、本国っていうとかですねヨーロッパの一大消費地の需要に合わせて、はい えーあのー、生産その植民地の生産物を一気に塗り替えるっていうそれはそれは恐ろしいことなんですよでそれをやられるとその国がどうなっちゃうかっていうと、うんえー、もうだから昔の文化がなくなっちゃうんですね、うんうん、例えばですね、えー、僕らがインディだからもっと分かりやすくあれすると例えば僕らコーヒー っていうものが非常によく育てられてる場所っていくつか思い当たると思うんですね、うん、ブラジルとかコーヒーとかですかああいうとこはもともとコーヒーなんか作ってないわけですよ、うん、当たり前なんですけど向こうはあそこは立派な普通の国があって、うん、麦を育て雑穀を育てして速力生産してるわけですよね、うん、ところがヨーロッパ人が来ると、うん、お前ら食食べ物なんか作んのやめてコーヒー作れよっていう 工場として扱ですすそうででコーヒーを作るんで食べ物なくなっちゃいますよねそうそういうことなんですねそれによって海上のロジスティックがまた発展するわけですよでじゃあ小麦はどこで取れるのかっていうふうな話になると小麦が取れやすい地方というのを作ってそこから輸出して生産を賄わせるんですねだかからりやすく言うとアメリカ 僕らがいわゆるアメリカ合衆国とかメキシコとかのあの地帯には大規模農場があってそこで小麦を取ると、うんうん、そこで小麦を取った小麦を世界中に輸出して、えー、あちこちの工場製品を輸入するっていうシステムになってるんですけどそのシステムは実はもうその大航海自体のとこから片鱗があってここは食料を作るところここは綿花を育てるところここは羊を育てるところみたいな形で。うん 農業を塗り替えて文化を破壊しながら、えー、やっていったとで今はさっき話したヨーロッパの小さい土地での減少が世界的で起こるわけですね、はい、であのプランテーションになってしまうともうそこでは人口,力が人口に比例してそれを養うように食料生産するっていうことができなくなってしまうが故に、えー、人が豊かになってもう 羊の皮羊のてか綿花は食えない羊の毛皮は食えないみたいな状態になりますからそれを吸収するところとして移民受け入れ本国に受け入れということでヨーロッパの都市は外国人が多いアメリカの都市はそういう外国人が多いみたいな構造が出てくるとああなるほどじゃあ、あのー、物流がないといけないようになり、ええ、で えっと、商人は例えばコーヒー豆をあの持っていって儲けそれでコーヒー豆を作る人たちには食料を売りつけて儲けという,う、OK まあ、すで,しょうそ,うですそれが、えー、ヨーロッパでいう重症主義ってやつですねそれを自分たちの植民地だけでやったのがブロック経済という話ですね、はあはあ、おじゃあ、あのー、結構ひどいやつですねそうですひどいです <laughs> でじゃあ、えー 日本はどうだったのかっていうところ、ちょっと日本のバイブは実はそれがうまく、えー、なかったんですね、なんでかっていうと、日本は、えー、そういうことをしたくて、もう江戸時代鎖国してたので、うでえー、もうだから外に,買うだ外に持っていくっていうことができなくて、余った米も大阪に持っていくと、で大阪に持っていくと、えー、大消費者である江戸とか大阪で消費するっていう形ができてるんですけど、あのー、要するにその自分たちの、 ところの人の流通というのが制約源されているので、うんえー、農村で余った人たちは新田開発とか言って、うん、自分たちの土地を自分たちの技,技術で特産物を作ったりとかお米を作ったりとかっていうことをやっていかたが故に日本というのはこんなちっちゃい国なのに地方色がとても豊かになったんですね。ね地方ががしなかったんですよ、うん、でところが 江戸時代が終わって明治維新になると日本国統一日本国っていう形で一つの国に統一されましたよねそれでロジスティックが自由になったせいで地方が荒廃して都市が栄えてきたっていうのは要するに地方の食料事情が良くなって食料っていうか地方はもう人が余ってしまってそれを吸収するベースとして都市が必要になってくるとでこれ前回ちょっとそのユーロの話とかの時も初めの頃にちょっとしましたけどあのヨーロッパでも。 国がバラバラだったときは、その国の中でそういう現象が閉じていて、その国の植民地に広がるとか、薄く広がってたんですけど、今、全ヨーロッパが一つになってしまったんで、もっとごたごたにならなきゃいけないんですけど、やっぱ歴史って怖いんで、感性が働くんで、やっぱりそこまでごたごたにはまだヨーロッパになってないんですよね、だからこれから EU が統一されると、地方色がだんだん薄れていくみたいな。地方が住みにくくなる住みにくくなるというよりも、地方で人が余るようになるということですね。 それがパリとかドイツのだとベルリンとかボンとかに人が集まるようになってそこでまた新しい文化ができの地方はますます特色があることをやってないと衰退しいいのみたいな感じになってくるという話ですね。まあ、それも基本的にはカロリーが余ってくるからこそできるということで。 なんか大航海時代はそのような経カロリー理論的に言うと,そう,うとそうですね、はあ、でも分かりやすいは分かりやすいですね、うんええ、だからお金,お金とかそういうので捉えるよりも、うん、だからなんでヨーロッパから人がヨーロッパーじゃなくてあのヨーロッパから人が出なきゃいけなかったのか食えないからって、うん、で農村からなんで人が出なきゃいけないか,ったのか食えないからと、うん、なんで食えないのかってっ仕事がなくなったからと。うん 土地,はあの土地に依存するあの仕事の場合は限りありますからね。そうなんです、うん、なんで都市は消費地だからそのいっぱいお金を貯めた人からでもちょい、だから人間ってやっぱりねどんなに頑張っても食べられないんですよたくさんはそうですねだから, <laughs>、ね、食,べら食料生産に関して効率が良くなってくるともう外行くしかないんですねそうなすね。 食べられるというかあのご飯が食べられる仕事を求めて世界中をうろうろすると。でひいてはこう今の農村の後輩なんかもそれになっう全く同じ,く同じで、うんえー、ちょっともう現代の話まで一足時に飛んでいっちゃうような感じがありますけど、はい、だから要するに先進国っていうのは生産性も高いしご飯もいっぱい食べられるわけだから、うん、に人口少なくていいんですよだから先進国はどんどん人口少なくなっていくんですよい自動的にとなるん、ね、自動的に。 だってどっかやらなきゃいけないっていうだから今の日本で子供が育てられないとかそういう話はちょっと別にしておいて、えー、子供じゃあ好きなだけ子供作っていいよって国が援助するからお金出すからって言われても子供多分作らないですよね作らないですよねだからまあぶっちゃけ自分の話にしても、ね、あのー 子供昔だったら子供ががい淵を稼いでもらって私が食べるみたいな話だったけど別に子供いなくても年金制度とかしっかりしてたり貯金とかちゃんとできてたら、はい、子供いいらないしうだから大家族っていうのはあくまでこうカロリーを自分たちの貧困っていう言い方はちょっとおかしいですけど、うん、要は100の土地を維持するためには昔、うん 100人必要だったとで,、ね、でも今は5人でいいよっていうんだったら95人いらないわけです,です、ね、だから95人はどっか行ってっていう話になるんでそうなると産まなくなるとそうそうです産まなくなるというかですねでもそう95人しか必要ないところで、はい、あ,あ95人しか必要ないところに10人作っちゃったらあと5人はそこにいてもしょうがないからどっか行ってで海越えて行って,って。 町に行って、うん、その繰り返しですよねどん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 それやっていくとそれ多分国の中で流行り流行ったんでしょうねああまあそれもありますけど流行らせたっていうか流行らせたっていうか必然ですねもうそこはだって今までたくさん作ってたのに人がその自分が生まれてからおじいさんになるまでの間にいきなり仕組みが変わっていくわけですから、うん、でそ,それにさらに追い打ちをかけたのが、はい、あの,ヨロあの南米で見つかった芋、はい <芋>タロイモってやつですかタロイモじゃなくてジャガイモジャガイモがヨーロッパに持ち込まれたことによって、はい、非常に寒冷に強い野菜をヨーロッパ人ん手に入れるんですよはい、はい、そうすると食料事情がまた良くなるわけですね分かりやすく言うとドイツみたいな寒冷な地土地では昔は麦はそんなに作れなかったんですよ、うん、寒いですよね、ええ、だから麦余ったらビールにして飲むぐらいしかできなかったんですけど、うん、あのジャガイモが入ってきたせいで、はい 麦じゃなくてもじゃがいも食えるじゃんということになってだからドイツはじゃがいもとポテトとソーセージしかない国だうた他国のこう悪口を言ってるわけじゃなくて文化っていう意味で考えたときにドイツっていう国は冬は穀物が取れないから、うん、ひ大体冬場に人が大量に死んでた国だったんですねうん、うん、でそれが芋があるぜいで保存にもできるしっていうことで、うんうん 大量に言われると、うん、で豚を育て、うん、芋を育てそう政治してっていうそ,その連鎖文句になってでますますヨーロッパは人がいらなくなっちゃったと、うん、でたまたまその時に戦争とか頑張ってやってたんで、うん、ヨーロッパの中でもどんどん人が消費されてたんですけど人が消費されてるって言い方はちょっとあんまりいいイメージはないかもしれないですけど、うん、でも経済学的にはこう人がね人口バランスが良くなってたんですけど、うんまあ、それではみ出した人たちが アメリカ大陸に行ったりオーストラリアに行ったりアフリカに行ったりとかでそっからなんですけどところがですねヨーロッパ人がどんなに頑張っても世界は疲労ござんしたっていう話があってそこで労働力が足んんんなななくっっちゃたですよと植民地であらららそれで編み出したのが人がもともと奴隷っていう文化はヨーロッパ の以前の文化ですねヨーロッパ文化文明っていうのはギリシャ・ローマから連なってるっていうのが通説なんですけど、うんはい、ギリシャ・ローマというよりも、はい、一般でも奴隷文化っていうのはあったんですけど、はい、その奴隷文化を超えてですね、はい、あの本格的な奴隷といういや古代の奴隷と今の奴隷っというの、多分あの、ローマ時代とかの奴隷と。ええ 今言おうとしてるのはあの、まあ、失礼ながらアフリカ関係の黒人関係の奴隷ですよねそうそうそ,うそうれはね違うものなんですよあの彼らはあの感覚的には家畜に近い扱いでごめんなさいねでもそういうことなんですね当時の感覚当時の感覚で家畜に近い段として耕してくれるうちの牛みたいなそうそう,そう,そう,そう牛みたいな感じで取り入れられるんですけど <laughs> 古代の奴隷はそんなことはなくて、うん、あの古代の奴隷は文明国同士が戦ってあの 片方の文明が滅ぼされてその文明人たちがそのまま奴隷になってこっちは、まあ、失礼ながら家畜的扱いという感じで人じゃない,い,いじ人じゃないみたいな扱いで行ってしまったので、はいえー、あちょっとその話はずそうなんですけど、はい、要するにその奴隷労働力っていうのもどん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 入っていくことによって、はいはい、ええー 畑耕しいの何しいのっていう形でまた生産力を上げていくと、うん、ますます人が余ってしまうんでどんどん開拓させるっていうじゃあもう無限連鎖無限連鎖ですねそれはそれを止めるのは戦争しかないああなるほど、ね、ということでヨーロッパは実は大航海時代の後に大戦争時代を迎えるわけですよはいはいはいでご存知の通り、うん、まあここにはあの特にバーバラさんのお知り合いには戦争に詳しい方がいっぱいいらっしゃると思いますけどそこで、はい、そこで 大戦争をするようになるわけですね。はい、な、なにしろあの戦争しないと、自分がおご飯食べられないわけですから。うん、えっ、ー、と、えー、人が減らなきゃまずいわけですね。いや、人が減らないじゃなくて、まず自分が食うための仕事の選択肢として。はい。あ、さっき言った、ね。そうです。仕事の選択肢として。人が余ったらアそう、アドベンチャー。 <で><で>戦争で、うん、アドベンチャーの後は現地で働くっていう選択肢が奴隷によってできなくなっちゃったんですよあなるほどなるほどはいじゃあいわゆるこう戦争を専門にする人たちみたいのがどんどんできてくるかなそう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 戦,戦争しかもうない、はい、だからあ,<ー>あのー あれですよね一時期農家の三男坊は陸軍の兵隊さんになればご飯が食べられるっていう話がサーカスへ行け的感覚で軍隊へ行け的な昔だったら、ね、自衛隊行けみたいなのありましたけどねだからちょっとそれは言い方悪いですけど基本、そういう,ふうな形でそう,そうするとヨーロッパは実は兵隊が余って兵力が余っちゃうわけですよ抜いた刀あっていうか刀を持ってたら抜きたくなりますよね,そうですね殿下の宝刀は抜いたら意味がないっていうのと全く逆の意味で。はい まあ戦争しちゃえはい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 でそれも実は、えー、カロリー理論的に言うと働かなきいゃいかんから,んかからそうそうそうご飯食べなきゃいかんから戦争するっていうだって戦争できるんですよ すごいですね、あのー、新しい戦争論ですよねえ。いや、そんなことはないと思うんですけどね、うん、まあだから要は、戦争できない状態っていう、うんあのー、状態っていうのはいくつかあるんですけど、うん、戦争できる条件っていうのもまた同じようにあるんですね、うん、で戦争できる条件って、どうしてその状態になったかって考えてたときに、みんながみんなっていうよりも、あのー、人が余ってるとか、はい、人が死んでもいい状態、条件になってるから、戦争できるわけですよ。うんうん、そうですね 例えばあの我が家がこの今スタジオにいる3人しかいなかったらよそと戦争しようとは思い,はないけど殺せないもんね、うん、あの嫌だけどこう100人ぐらいいたらちょっとやってもいいかなと <laughs>、うん。だからウォーゲームとかやるとすごいよく分かるんですけど<う>ウォーゲームってあのひょ兵糧と戦争力とかってに人口でほとんど決まって、うん、だから当時のまあ戦争大戦争時代っていうのは言い方ちょっと悪いですけど100年戦争とか30年戦争とか大規模な、うん 歩兵動員戦争みたいなことを始めるときにまず一番重要になるのは兵力何万人とか何千人とかっていう人の数でパワーが決まるっていう中国はじゃあ強いとかそういう話になるわけですねそ,うそうそうそうですね <はい S 1> 中国の戦争も基本的には同じで騎兵何万歩兵何万っていうまあそうですね話ですね中国の話をそこでしない中国はなんでそれにならないかというと中国はですね <はい S 1> え食料が非常に潤沢な国なので、うん あんまりそういう意識は持たなくてもよかったと。でもともと中国一国で食える食料分は中国で十分耕せるんで。じゃあほう、あの豊かな土地なんですね。そうですね,ねで。豊かな土地というよりもあの中国の揚子江の南側っていうのが非常に豊かで、うん、あそこで食料大生産すると、うん、ほぼ中国全土が潤,潤ってしまうっていうのが、うん、そうですそれがもうあの何ですかね、隋唐の時代以前から。 もうずっとそういう時代が続いているとで食べられなくなるっていうのはロジスティックの問題であくまであの食料で運搬がうまくいかないから食べられないだけであって物はちゃんとあるっていう時代が長かったんですねだからあんまり戦争しなくても平和になれば食べられるだから、えー、歴代の中国のあの何て言うんですかね中国の覇権を狙って戦争している人たちも決して行き過ぎた戦争はしないっていう、うん、なるほど 人殺しちちゃゃうと今度生産が悪くなっちゃいますからね、うん、ところがヨーロッパの場合はそうじゃなくてもともと自国の生産量が低いところを持ってきて土地も狭い、うんうん、でそこに、えー、カロリーが余ってくるから、うん、だから外へ外へのパワーで大航海時代で,、うん、で内へ内へのパワーでお互いの戦争というのをずっとやっているという状態ですね。うんうん、なるほどつまり戦争というのは、ええ、一種の,あのなんて言うんでしょう 仕事であるっていうか生産であるっていうそう,です、ね、そういうことなね生。生産、そうです。生産というのは消費ですね。消費。戦争で消費するっていう。戦争で消費して仕事も与えるみたいな。そうそうですね。じゃあなるほどその理論でいくと、はい、あのー、なんていうのかな、戦争が増える時期っていうのはわかるわけです。そうですね。だから戦争できる条件だったらみんな戦争するんですよ。うん、今もう今日現代の話でいうと。 イラク、イランとかは国が豊かになったから戦争しましたよね今まさにイランなんかあの国内問題を解消するために戦争できる状態を作ってるんですけど北朝鮮は戦争しようしようと言いながらしないっていうできないですよねできないですあれはだから国内カロ,カロリーが足りないんですよなるほどお腹いっぱいじゃないと戦争できないっていうお腹いっぱいそうですよねだからもうだから突き,止め突き詰めた言い方をすると、はい 日本もお腹いいっぱいだったから第二次世界大戦でできたんですよなんすなか僕らって日本って非常に貧しい国で第二次世界大戦の後の戦後の復興期みたいなところで闇市がどうだとか何だとか言ってるんですけど実は日本は戦争直前までは非常に豊かな国だったっていう状態があって経済的にもできた。 だってあの巨大な鉄の山である戦艦山と作れたんですよそうですね鍋釜取られた方がいっていう資源はともかくとして国としては豊かだったと。工業力は十分に十分にあったし人はいっぱいいたしっていうだって米なんて戦後減炭したんですもんね<う>減炭減炭減炭してやっと今のレベルだから、うん、普通に全部作ってたら大変だっていううんそうそうそうでもそれでも人口も増えてるんですよそうですねすごいですよねそう 十十年じゃ5年で 1000, 1000, 人1000万、はい、程度ずつ増えてたはずですよはい、はい、それなのに減誕していったっていうじゃあ,あの、普通にすごい生産力があってそ、ええ、そうですそうでですすだからあの日本が貧しいっていう感覚はちょっと間違っていて戦前の日本もある程度豊かだったと戦争できるぐらい豊かだったとっ思ったほがいいです。 のの感覚の豊かととはちょっと違います、ね、そうですそそううでで<の>カロリー的に豊かみたいカロリー的に豊かと、うん、ご飯食べられないとかそういう状態じゃなかったってやつです、ね、そうですねだって、はい、あの,なんていうの宮沢賢治の「雨にも負けず」って、はい、あのー、基本的に普通の人よりちょっと貧乏な話なんだろうけどそれでも米を5合食べてますからね、うん、そうなんですよそれもすごいですよね2を5合と味噌と少しの野菜を食べて「5合かよ」っていう、うん、つまりそれだけ。 そうです豊かだった国が豊かだったってことですね、うん、ちょっと貧乏な人でもでまあ午後ぐらい大飯が食えるそうですカロリー理論の場合はねお金の,かあの方とかあんまり考えなくて生存に対して豊かかどうかというふうに考えるんで生存できる程度には必ずあったとで、えー、そういう状態になっているのが大航海時代から続く状態でヨーロッパは戦争をして人を減らすことによって、えー、文明を進化させたと。 あいやあのー、普段聞いてるミリタリーの話とは全く違うう話でで、ね、ですすすねねねそ面白い普通の人はあんまりそういうこと考えないと思うんですねなんか文明っていうのは黙っててもきっと進化するとかって言うんですけど、うん、その大きなダイナミックなエネルギーってどこから来るのかっていう,ふうに考えた時に1、まあ、つの。 テーマとして、うんあ、じゃあお腹いっぱいかどうかで考えてみようかとうう考えたのがもともとのカロリー理論なんで、うん、お腹いっぱいであるという状態を維持するために人はどういう行動をとるのかとか、うん、お腹いっぱいになったらどんなことをするのかというでだからカロリー理論的にはこの間話したみたいに堕落はコストがかからないというのは、うん、あれは名言ですよ <laughs> 去年でで聞いたた一番の名言でしたよ <laughs> そうそうそうだからあのお腹いっぱいになったら堕落するかしない,しないといけないんですけどそれは。 ずっと食べていけるから堕落できるんだよって耳の痛い人いませんかこの話聞いてそうそうそうだ食べていけなくなったら堕落できないわけですよそうです、ね、だからじゃあどうやったらもっと楽できるかなと思った時に職業選択の自由があったら何をするかっていうふうに、ん、っぱやっぱアドベンチャーでしょうっていうたぶん職業選択それほど幅はな,かなくてこの中から選べたらアドベンチャーに、うん、なるっていう。 一番いいのはやっぱアドベンチャーですね。アドベンチャーは見返りが一番大きいんで。アドベンチャーは後悔。後悔とか、あの、まあ、アフリカ探検とか。まあ、当時はだからアドベンチャーブームですよ。だ、まあ、お金が、お金があってもなくてもアドベンチャーするんですよ。たまに成功例ってありますよね。なんか、うんでしょう。あのー。 宝探し近い感じですかね。宝探しを本当にやる人もいます。だからトロイそうトロイの遺跡発掘とか、あのツタンカーメンの墓発掘とかそういうのもアドベンチャー。 アドベンチャーどころか子育てではないのかと思わなくもないですけどあとはイギリスで流行ったのはアフリカ探検ですよね、アフリカ探検で例えば象とかかんいやそな価値が分かりきっているものを探すんじゃないですか他の諸外国に比べてイギリス人で僕が一番尊敬しているのはんていうんですかね 他の人から見て価値がよくわからないものを追求するっていうね科学的思想ですよね。あれはどこから来たのかちょっとまだちゃんとは分かんないですけどナイル川の源流を探しに行くとかあああなるほど、ね、あとあの、とりあえず南極とか北極の極地、極点目指してみるとかるあれみんなイギリス人ですよスコットは失敗しましたけどま行って学術的価値の高い観測はしてきましたよね。うんうんうん、あとあのフィクションの中でもほらあの アラン・コーターメンの,あの、うん、アフリカの女王とか極、うん、地でなんかアトランティス大陸の秘宝を見つけたりするようなやつも大体、ね、イギリス系ですよヒマラヤ探検したヘディンもそうそう,そうイギリスでしょだ,し、うん、だからイギリス人はアドベンチャーなちなみに、あのー、この放映シリーズで車関係もやってますけど、ええ、車関係の関係者の常識では イギリス人は車に関して変態だっていう、うん、イギリス人は変なもんばっかり作るっていうえでもあの初めて車でユーラシア大陸を横断したのはイギリス人だし <laughs> イギリス人とにかくすごいんですよアドベンチャーアドベンチャーかつ学術的ってことですかいやだからあの学術的価値っていうのは後からついてくるんで、はあ、そもそもそのなんでそんな趣味に走るかっていうああ例えばですね、はい えとフランス人ってもっと情緒的な探検するんですよはははあの例えば「ロゼッタストーン」とかああなるほどねあれナポレオンが発見して本地に持ってくるんですけど、うん、それを見てなんかこう夢を発して「発見!」とかっていう話ですよね、うん、あの言葉を見つけましたとかであのもっとあの例えばですね「あのえー、プチ・プリンス」の話あの「プチ、うん・プリンス」 フラ,ンスフランスの星の王子様はい、はい、あれあの人の作品ちょっとごめんなさいサングジュベリ,ーュベリーの、はい、その一つ前の夜間飛行っていうのも有名ですねあれも飛行機で空飛ぶ話でアドベンチャーなんですけど、うん、そこには何かこう飛行機で飛んでると気持ちいいという,こう精神的なものはいっぱい出てくるんですけど。はいうん あのイギリス人みたいにあれを目指すのだみたいなあれが欲しいのだみたいなそういうのはあんま出てこないんですよね。そういう意味だとイギリス人は割となんと心の中でクエストを常に求めてやってるのかなでも不思議なんですけどあのさこの2つ前の発表があのカメラの歴史だったんですけども、あ。のー 科学研究したり、ええ、数学研究させたりするのはすっごいフランス人好きなんですよねえっとね伝統ですねフランス人はね<え>コレクション大好きなんですよあコレクターなんだフランス人は大体コレクターですねははは小,小説なんかに出てくるとフランス人コレクターは信用するなっていう話がいっぱい出てくるんでもう露骨にそう書いてはないかもしれないですけど研究もコレクションの人です,、えー、そうですねだからえー、と例えば 大英博物館のイメージってどういうふうなイメージあります？あの盗品自慢というイメージですけど、ええ、でもあのただ僕らからすると大英博物館って研究施設っていうイメージがすごいあるんですね大英博物館から研究員が来ました、うん、っていうとあ,のあなんか,なんかいや研究してる人みたいなサーベイヤーみたいな感じですね、うん、英語で言うと、うん、だけどえー ルーブル美術館とは大博物館と同じようなものなんですけど歴史的ありの美術ありのっていう自然史博物館とはまたちょっと違うような感じですよねでもそこから人が来ましたって言われてで来るとんか学芸員がやってきたみたいな感じですイメージ的にそんな感じしますよねだから向こうんかフランス人って言うとコレクションしてるとイギリス人はんか研究してるみたいな研究してるって言い方もちょっと悪いかな 要するに、うん、あのフランス人の科学研究好きは、うん、科学技術というのをコレクションしてる、うん、そうそうそう,そうだから百科全書派ってまさに百科事典はフランスで生まれました、はい、エンサイクロペティアそうそうであの人たちはこう仕切るのが好きなんですよねそうそうそう僕らが今一番使っている一番だから世界で一番日本は進んでると思ってるんですけど、うん SIK っていうあの <S s <IK>? <S SI っていうのは ISK か囲いいって i s ってインターナショナルスタンダードな、はい、あのヘクトパスカルとかメートルとかあ、あのー、リットルとか、ね、そうそうそうああいうのを作ろうって言い出すのはフランス人ですね一番簡単なメートルってフランス人4 5 0を何千分かしたええ4 5 0あのだから赤道から、えー、北極までの長さを測って、うん それを一千万分の一にするとななんんそこととすの思わないけどいやだからそういうことを決めたいっていうそ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 うでもイギリス人はそんなこと考えないんですイギリスのお金はとっても数え方が難しくて十進法になる前はすごかったっていう今はかろうじて十進。法今は進法ですよ当然でも昔はペンスが何ペンスあると6ペンスあると1ペニーで1ペニーが20ペニーあると何とかどうとってそんなことやってたわけですよねえ なんでそんなことやるんですか。いや伝統だから。ああなるほどね。あのー、泥臭い国なんですねイギリスって。そうそうそう、えー、イギリス結構泥臭いですね。あ、うん、ちょっと今多分コインのお金の数え方は今うる覚えで話してたんで多分絶対間違ってるんですけどああああ。あんまり気にしない、ええ、気にしないでください。<laughs> ええ、あのー、ただ古い形のヨーロッパっていうのはそういう格好でであのー、ただ向こうの人たちに言うとその方が便利だっていうのがいくつかあって例えば日本人は25円ってあんまり、はい ね、使わないんですけど向こうの人はクォーターっていうので、うん、江戸時代は「四進法」っていう話聞いて、ええ、あのこの間とある人と「なんで四進法なのかわからん」って言ったら「それはクォーターだと思いますよ」っていう<ー>半分だから4分の1と半分と多分それだと思いますって「あっそれなら納得いくね」って話したんですよ 嘘でって言っちゃいけないんですけど、うんうん、日本って僕が知る限りそんな制度だったやつができたのは江戸時代でああのそれは江戸時代江戸時代は両替商が全部通貨決めてたんで、うんうん、そんなにきっちり決まってないと思うんですけど二種、うんうん、銀が二つあったら一度いあの両とかってそういう話ですよね。 それは若崎先生が四進法、うん、そうそうそう,そうそれ一時期四進法だったのはその通りなんですねだからあの多分それなんで四進法かって言ったら貯金と切るからじゃないですかっていう、うん多分それはその通りで分、うん、かりやすい八分の一八進法とかだと多分切ると差がバラバラになるけど四分の一ぐらいだったら目分量でっていう話もちょっとしてたんですけど、うん、まあそんな感じで意外にじゃあイギリスは結構やっぱり野蛮 ただイギリスがそうなったのに実は理由があるっていうそのやっぱり同じようなことはイギリス国内だけで起こるんですねはい、はい、イギリスはディスクロージャーっていうのがあっていわゆる羊の毛を飼って作る洋服を作るために農地を壊してあの。 牧場にしちゃったっったてていう歴史があ同じように地方で人が待っちゃって <laughs> <laughs> それがみんなロン,ドンにやロンドンにやってきたっていう、うん、でそいつらが「じゃあお前どこ行くんだよ」って「俺しょうがないからテムズ川渡ってイギリスに行くわ、うん、あゃあフランスに行くわヨーロッパに旅行行くわ」って「うん、じゃあアドベンチャーだな」っていうそのさアドベンチャーっていうのが今の感覚じゃなくてこう。うん こう冒険と仕事が合体したみたいなそう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 仕事なんですよ<の>ワクワクハラハラドキドキする仕事みたいなそうそうだからワクワクハラハラするよっていうふうに言うと、うん、あのお金余ってる人からお金出してもらえたっていうそういうことですよねだ王立アカデミーからお金もらってみんな探検に行くんですけどああ王立アカデミーは金あったわけですね まあ、あったでしょうね、うん、だってほら世界の女王って言われた植民地からがっぽり稼いでフランスはどうかっていうとフランスはあの実は世界の国葬の一つだったので、はい、ヨーロッパの国葬が豊か,、ね、豊かだったんですねだからカロリー常に足りてて、てカロリーをやるためには働かなきゃいけないと。に、うん フランスの農ブドウとか、まあまあ、ブドウもそうですけどあの要するに手摘みとか、はい、手で刈るとか、まあ、機械化されるまではとても人手がかかったんで実はフランスはそんなにアドベンチャーって行かなくてもよかったとじゃあ多分スペインポルトガルはめっちゃ人余りそう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 ,そう,そうだからスペインもあそ,あ,のあそこは小麦地帯ですけど、うん ジョーは金あるからイザベル・ジョーンがドーンと金あってだから、えっと、小麦とか、まあ、日本のお米もそうですけど、うん、あの手の作物は一回農業革命に正解すると収益が10倍倍倍ゲームでどん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 年間増えていっちゃうんですね。はい、株より美味しいですそうそうそうフランスはだけど畑の国だったんで畑はそう畑はせわせやらないと即生産上がらないんで。だからドイツも そのじゃがいものせいで人手がかかる農業に移ってしまうんでアドベンチャーあまりしないんですよだから出遅れちゃったんですねあ,あ,、まあ、あとドイツあんま海がないっていういや関係ないですよ海がないとかあるとか関係なくて、はい、要は勢いがあるかないかでだから、えー、っともっと北に行くとロシアとかも人がはんはんほら人がたくさんいてもその,その場所から離れられないから、うん、アドベンチャーに行けないと。うん だって日本なんか四方を海に囲まれててもアドベンチャー行かないです。全然鎖国してますだって。で日本はじゃあどうだったのかっていう日本の農業も人手がかかるから動かなくていいわけですよ。余剰にならないっていう意味ですね。なるほどね大航海時代には。そうそうそうだから一人当たりの生産カロリーとその。 カロリーをじゃあどうやって使うかとかそういうことを考えていくとあこいつら余ってるじゃんってこの余った人たちをどうするかっていうのがポイントの一つかなっていう話ですね。なかなか今回ダイナミックな,、はい、なんかいつもなんか極論的にこうなんかね押したり減したりしてますからねあのローマとかでね中国とかね,そうですね今回は世界的な世界的なというかこう 玉突,き玉突き現象というのは実はどういうふうに発生しているのかっていう話ですね、はい、いやーカロリー史観は分かりやすいのがいいところですね <laughs> 分かりやすいかどうかはちょっと分からないんですけどでも食べ物を求めてとか仕事を求めてとかそう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 、ね、あの多分ねあの今カロリー理論で戦争って説明するとすごい分かりやすい、はい、仕事の一環みたいなそうそうそうでカロリーが成りてないと戦争ができないとかねそうですね すすすごいいかりやすいですあの戦争論って何て言うのかなあの国家のどうのこうのとか始まるけどそれ以前に食えなきゃダメみたいなそうですそうですだから戦争をやる人は、うん、多分どうせ食えてる人たちなんですけどす、ね、頭のトップの人たちなんでだからそれ人たちはどう考えるかは別にして、うん、国力として戦争するためには国がやっぱりある程度食えてないと戦争できないっていう話ですね、うん、なるほどね だから北朝鮮がやるやるっていつまでもできないわけですねカロリー足りてないからっていう向こうなシャレンなーの話い作るからね冬に普通に餓死するっていうまあ昔の日本もそうだったらしいですけど、ね、あそうですかだってあの僕いつも不思議に思うんですけどはい、はい、冬の寒波で、うん、日本全国で400人近く死ぬとかっていうニュース流れてるじゃないですかいつも毎日 だから去年ぐらい寒かだせ平成18年かなんかの寒波の時かな当然死ぬのは、うん、あの若い人たちとかそういうわけじゃなくて多分お年寄りとかが、うん、あの普通の自然死なんだけれども、うん、寒さのせいみたいな診断書になってしまって死んでるのかもしれないですけどでもこの文明国日本で400人も寒さで死ぬってすごいよなと思って。あ あの毎年、死因で300人から200人ハチに刺されて死ぬっていう、うん、いやそれもすごいと僕も思うんですよ <laughs> そ,れ<に>そんなにハチに刺される人いるんだと思ってそ,うそ,うそ,うそれに対して <laughs>、うん、あの毒蛇とかマムシとかハブに噛まれて死ぬ人は年間4人ぐらいハチううってすごい死因らしいですよ。うん いやそれもすごいなと思ってだから、うん、やっぱりねあの交通事故で何万人って人が死んでるじゃないですか<ー>でも交通事故で死んでるのってやっぱ周りにあんまりいないですよね、えー、いやそう,そういうんだとず今までで知り合いで交通事故で死んだ方っていらっしゃいますか ああそうなんですか。はい、僕の友達にもいるけど。うん、そう交通事故で死んだ人いるんですよ。ごめんんいたは一人。<で>高校の時の同級生。そう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 。そのレベルで必ず何人かいるんで、うんうん、ああやっぱ死ぬんだなってだから自分が遭遇する確率的にはううあゼロではないそうそうだけどあの山で遭難して死んだとかそういう特例を除くと、はい、山で遭難<の>実は一人います、ね。投資っていうのがだいぶ開いんで、いませんね、だいどこで死んだんだろうっていうのがすごい気になる。 蜂はでも、うん、あの蜂さえ飛んでれば常に危険あるわけでそうそうそは蜂は危険ですよ僕もあの子供の頃に、うん、あの足長バチとかに刺されて痛い思いをしたんでさすがにねスズメバチとかだとそば寄らないんですけどねうん、うん、なんかあのでもね一つ思うのは蜂だと、はい、蛇だとさ噛まれたらすぐ病院行くじゃないですかはい、はい、蜂だと大丈夫かなとか思ってるうちに結構死んじゃうらしいっす あああのなんだっけなんとかショックってやつですかあのアレルギー,ラフラキシーショックではなくて、ええ、あの刺されて平気だろうと思ってると後で急に来るんですってあ<ー>ああこれ痛くねえじゃんと思ってたら、ええ、急にわーっと来て熱が出て死んじゃう,っていうとかあのあと。 瞳孔が開きすぎて、ええ、景色が割れて見えるって言うんですね。ああ、え、どんな蜂に刺されたんですか？いや、だから多分スミマッチだと思いますよ。だからいや、病院行けよと。そうそう、僕は今素直に思いました。あんなの蜂に刺されたら病院行かなきゃダメですよ。でかいですわね。でかいですよ、えーはい。いや、でもね、蜂はね、毎年300人か200人いるんですって。ええー。だ通しと同じくらいですよ。え、だってとあの学校で言われません？蜂に刺されたら病院に行きましょうとかって。 言われなかったですね、えー、っていうかあのど,どうなんですかね私育ったのは東京の土田舎で木の皮うっかり剥いじゃいけないって剥ぐと中がスズメバチの巣の可能性があるいああいや僕,僕もだから川崎の北部地区っていう分かりやすく言うとですね農村地帯,村地帯多摩丘陵の真ん中ですけど、はい、あのそこはあの毎年夏になると。はい えー、マムシに気をつけましょうって「これが本当のマムシです」って職員室の合にこうマムシの標本が飾ってあって <laughs> <や>これを見てマムシを覚えましょうとかだからスズメバチの巣も学校に標本があって、えー、これはあの学校の近所の何々というお寺で採れたものですって、うん、あの辺にも蜂が出るので気をつけましょうと思って、うん、いやあの私なんか渋谷にずっと住んでて、ええ、で といきなり東京のどん中の東京都西多摩区日の出町で引っ越したんですよはい、はい、で引っ越したその日の夜に外で猫と何かが大格闘してるニャゴ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 みたいな声がしてなんだと思って次の日ドア開けたらいきなり玄関に真虫が死んでてもういきなり洗礼を受けたみたいな、ええ、<laughs> そうですよねそうすごいですよねだだかかからら僕は蛇とか結構 敏感に怖がってましたよ。いや普通怖いですよ。誰だって。いや、だから、正体を見極めるまではね、青大将だったらラッキーだけど、ま<う>、恩師は嫌だなとかっていう。ほほほほほ。だから、変な迷信とかいっぱい、あ、なんか、それって、どんどん話がすけど。あ、いいですよ、全然。変、変な迷信とかありませんでした。あの、ほら、ま、虫と青大将は、あの。なんだっけ、こう、やぶのなんか、さ、進み方が違うとか。いや、特にその辺はないんです、ね。あ、ないですか。なんかね、あの。 子供だからいろいろ考えるわけですよマムシと,とかヘビとかに合わないために、うん、で青大将とかも結構でかいじゃないですか、うん、だから山かかしとかは別に大丈夫なんですけど青大将とか結構でかいんで青大将とマムシの区別の仕方みたいな子供のとってはすごいポイントででもずいぶん野生的な学校ですねマムシに気をつけるみたいな <laughs> う,うんいやでもやっぱり噛まれて死んでますからねあでそうですか 学タヌキはタヌキはあんま見なかったですけど親子を見ましたよ一回うちから1キロぐらい離れたところの農家では山でキツネが出たんでそれもキツネってたんですよで面白いですねいやでも冗談抜きに田舎自慢じゃないですけどあの 保健所あるじゃないですかあります、ね、の保健、はい、保健所,保健所のところにマムシの結成が置いてあるから、うん、マムシに噛まれたらすぐ保健所に行って、まあまあ、うちも言われましたけど、えー、実際に友人で噛まれた人はいないのであ<ー>ただね,ね、あのー、山,山がすぐ後ろにあって裏山がまだ存在してて、えー、あの東京だけど、えー、裏山探検とかやってるとあのキジとか。 そそうそうキジは僕も子どもましたそういうものは割と平気でというかあの僕らが大人になる前までにいろんなものがみんな宅地化しちゃってなくなっちゃったっていうのはそうですねえっとね小学校いや中学高校ぐらいまではまだまだいっぱいありましたね裏山にね湧き水湧いてて、うん、そこにガマのほうがいっぱいね、ええ、ああガマのほうもありました、ね、すごいあの水きれいでなんてできないじゃないですか、ええ、あとそこでワガニ取ったりね、ええあのー リアルにね山の中に秘密基地とかうっかり作るとこう野生の動物がねいろいろとああまあでも日の出町は分かりますねあそこはまだまだあそうですねあっそうですよあっですああの武蔵マスコというね駅でこの間建て替えちゃってね駅がね懐かしいあの駅がなくなっちゃってまあまああの辺土田舎ですからただ割とね楽しかったですよ渋谷から行くとええ とにかく土がないからね渋谷だと,とああ分かります分かります庭があって土があるっていうでも油断するとねすぐ蜂の巣できるんですよあの、えー、もうだから何日か行かないともうでっかい蜂の巣になってて、えー、だからもう怖いですよねあ分かります、ね、1>, 1年ぐらい家開けてこう行くと、うん、巨大なのができててうわ <laughs> <laughs> みたいなもう迷わず役所を呼びましょうみたいなね あそういう話ですけどでも本当に東京もちょっと行くとすぐ田舎にありま、ね、どういなんですか私の住んでる立川市だって、うん、あのもうなんていうんですかずっと畑ですからねずっと畑、えー、もう全部大家さんの持ち物でいやそれはね東京どこも一緒だと思います大体 <laughs>、はい、こうあこの辺とかって思うとみんな苗字が一緒の人が住んでるとかわ <laughs> かりますあのう,ちの国分うちの立川市の近くに国分寺って市がって、えー、で トクラっていうでか,あのでかい地域あるんですけど、ね、そこに住んでるトクラさんが何人もいるねすでんか。 平安時代じゃないですけどうん、うん、きっとあの人たちはあの「どこどこの徳クっていうトクラの前に屋号をつけて読んでるんじゃないかとああ分かります分かりますちなみに、うん、あのうちの母親は佐渡島なんですけど、うんえー、小林ばっかりなんですよ<ー>島の中だしだから全部屋号で読んでますうちはちなみに作禅屋という屋号が使わてるあっかっこいい作禅屋ってどういう意味なんですか <laughs> さあさじどうやって当てるのって聞いたら知らないって母言うんですよ作禅、うん、あごめんなさいうちは藤三郎でした藤三郎,東三郎 多分これは夫人にねそうでですあと作ゼミ屋康ケ屋と全部小林なんですよだから誰が選挙に出ろと絶対当選するからほとんど親戚なんですねその辺でも里ヶ島だと行政区として独立してるから選挙に出るのは別にもう家の課長の人たちがどっと出るだけじゃないですかそうなんですよだからかっこいいのは作ゼミ屋ってどうのかな全部屋号ですよ小林ばっかりだからかっこいいですよね だから、ね、あのうちの母なんかが親戚一同集まると、ええええ、もう康介屋のおばあちゃんどうなったとか、ええ、あ,のあそこの東三郎の何はどうのってで普通にいます野豪があるんですそうですよね野、まあ、島だから小林増えちゃうんじゃないですかまあまあ、まあ、そ,うそ,うそうですね、うん、あの地域全部小林でも一層のこと野豪名字にしちゃうっていうのは荒技が使えればいいんですななななかかかかかね、1畳とかね、ねととか,、ね <laughs> なか,なか <laughs> サクセミアかっこいいなとそうっすかじゃあ,使あのなんかペンネームかなんかで、ね、<laughs> <え>サクセミア高一とかしたらいいじゃないですか <laughs> いやでもなんか屋号憧れますよねあそうっすか、うん、あの私屋号っていうのに出版評論者って書いてあるんで全然憧れないですけど <laughs> いやいやいうそういそう,そう,そうかだからほらあの、えー、と作家だとほら京極夏彦がほら自分の作品の中で、はあ、なんだっけ中将 明彦っていう人の屋号が京極だから、うん、京極堂って言って自分のペンネームもそれにあやかるみたいな感じのつけ方してますよねな、うん、なるほどなるほほど、ね、であとあのやっぱりあれですよあの何だっけ團十郎の市川團十郎の成田屋とか音羽屋とか高島屋とかあ,あれもほらなんかあのなんで全部屋がつくんでしょうね<え>なんで全部屋がつくんでしょうああ屋がつく理由は分かんないですけどあの團十郎の成田屋はあ,のあそこですよねあの成田不動の。 あそこで海岸して芸に海岸したんで,で以来成田屋って言われるちなみになんで花火って玉屋と鍵屋ばっかりなんですかああそれはね理由がはっきりしてて、うんあのー、花火ってあれは競きい花火だったんですよ、うん、両国の花火大会の時に、うん、そこで、えっと、玉屋と鍵屋っていう二つの花火メーカーが当時あって、うん、まあ江戸時代から花火メーカーっていうのはおかしいんですけど <laughs>、はあ、職人さんでね 「たまや」っていうのが庶民のたまやで「鍵屋」っていうのは武家の鍵屋で要するに花火合わせをしてたとでだから庶民は花火が上がる時に「たまや」って叫んだから「たまや」っって鍵屋っていうのは武士だから大声で上げずにみで「そうそう」「よっ鍵屋」みたいな感じでやったっていうででも実際には「たまや」は早々に潰れちゃって鍵屋だけになったって話なんですけどオ <laughs> ちチがつくわけですねそうですねというわけでそろそろ今日のまとめでございますけれどもなんか 今日の話はなかなか新鮮でございます。すダイナミックでそうですね。ちょっとちょっとね前回の反省が入ってですね。ちょっと細かいところにカロリー理論を適用するとまたイスラム教徒みたいにあの罠がいっぱいあるんで<の>ちょっと大きい話だと割と比較的簡単に。しええ、や私ね今日最近ね自分はなんてこうあのスケールが狭いのだと悩んでいたので <laughs> 今日壮大な話を聞いて、ね、大変由因を。 小さい話でも多分カロリー論オンっていろんなところで使えて結局人間って食べる動物なんですよそうです、ね、だから食べてる限りどうやったら食べていけるのかって考えるじゃあエンゲル係数って考えは非常に理にかなっておるわけですなそうですね、はい、だからエンゲル係数が低くなればなるほど人は余計なことをしだすっていう国のエンゲル係数が低くなればなるほど、うん、余計なことをしだすと、うん、まあそれをねあの富と考えると違う話になりますけど カロリーとか考えるとわかりやすい。わか,かりやすい。まあでも今でも結局一緒ですよね。あの収入はどうせそんな上がらないって考えると、じゃあどこまで食べ物に使ってる、どこに住むところに使ってるっていうふうに分けたときに指標になるのは家賃とかよりはどちらかと,いうと食べ物、はい。そうですね。生きていくあのビッグマック理論でしたっけ？はえっ、ー、とビッグマック陛下ですね。はい。あの なんだっけビッビッグマック…そうですあの一応マクドナルドっていうのが、うんえー、世界で、えー、なんてうんですかねーービッグマックを作る時に、うん、あの現地主義っていうのを取っていて、はい、ぜ現地で材料を集めさせるっていう、うん、だからそうするとビッグマックいくら作る,作るかでその国の経済力が分かるっていうので、えー、例えば日本の一ビッグマックは、うん、えー ニューヨークの、うん 2>, えー、2ビッグマックに換算できるみたいな、うん、そういうのをビッグマック陛下っていう面白いですよねあれは面白いですねういうあのただ単に正しいだけじゃなくてちょっと多少面白い工夫もねしていただかないとねそういうふうにそ,そうですねその点でそのビッグマックのお話はすごい、うん、やっぱそういうふうにしないと分かりにくいですよねううす今のなんで消費税上げなきゃいけないのかとかな <laughs> んで老後が問題なのかなんで国債が問題なのかとかっていう話も、うんうん いいいつ問題にになるののかかかっていうのがなんか分かりにくいですよね導火線に火がついてるって言われてもはは導火線が長いのか短いのかも僕らには分からないんで <laughs> そうです、ねええ、まあ,あのとにかく私マスコミにいる人間としてはっきり言えるのはあのいつもマスコミの人間は今が危機であるって言ってないと商売にならないんですよ、うん、だから戦争の時はめっちゃ売れるんですしマスコミが、ええ、儲けるんですよ。 だからね、そういうもんだと思って、多少割り引いて聞かないと。ええ、あの、ね、あの、なんて言うんでしょう。ね、あまり信用してはいけませんという。お話でございます。<laughs> あでも、今年は景気がいい話がいっぱい出てくると、嬉しいかなと僕は思います、ね。あ、はい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 、はい。ええ、私は、あの、<laughs> 個人的に、あの、今年はかなり、あの、景気がく、ええ。あ、それは、おめでとうございます。あの、いや、あの、出費が減りそうだっていう、ね、それだけですけどね。<laughs> でも本当の話、そうですねなんかいろいろあるにしても、えっと、分かりやすくかつ楽しくいろんなことができるのがやっぱ一番いいです。でもね、実は分かりやすく話すのってすすっごいい技術いるんですよああそれは今回あの何回か去年からずっとやらせていただいてすごく反省することしきって <laughs> い,いやいやいや、<laughs> いやいやでも、あのー、この前に,前に話していただいた大本営発表さん、えっ、ー、と、折島一平さん。 何、あのー、て言うんでしょういろいろご工夫をなさっておられましたし <laughs> という、えー、まあでも、あのー、分かりやすいのが一番ですよ本当そうですね分かりやすく話せる人が一番頭いいと思います、えー、いやいや十分面白いですよ、えー、私も歴史の時間超寝てましたからねああ僕逆ですね歴史のあ歴史の時間っていうよりも歴史の時間に雑談してくれる先生が好きでしたねその歴史のうんちくみたいな。 そういうの話してくれる先生がで雑談の先生当たらなくてね、うん、割と普通の先生当たっちゃって、うん、日本史も赤点、うん、世界史も赤点というね<あ>あ僕日本史だと古典はダメでしたね古典はねあ古典も私はもう赤点でしあのね活用覚えろって言われてね当時はールーラルユーラル数察し物ですねそうそうそうはい。 あれもなんか大人にななるまででわからなかったですね結局そいやか今はなんか、ね、趣味で古典読むようになったからあ趣味は結構、ね、そう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 でそうすると活用なんか考えないじゃないですかなんて読めりゃいいみたいな文法わからなくても英語はわかるわみたいな、うんまあ、そういうわけでですね今日も5時間半お届けで、ねはい、してまいりましたけれどもじゃあ、えー、明日の夜中にははい。 ウラムミンナイトというのを夜中まで新宿で遊んでいただいて、うん、そのままあの気持ちよく酔っ払ったところで、はい、え今日は新宿に泊まろうかなって思うぐらいの気持ちでちょっと <laughs>、えー、新宿トプラスワンまで来ていただければですねきっと楽しいゲストと超常、はいえーね、現象とオカルトの話で盛り上がれると思いますので。 ね、あの本当に今日も長々お付き合いいただきましてありがとうございましたじゃあ、えー、次回の配信は実はこれまだ未定でして、えー、このスタジオが使えるか使えないかにかかっておりますということで、えー、皆さんど,どうですかあの最近面白いニュースとかはありましたか 特にえー、面白いニュースとい,いうか悲惨なニュースがありましたよね同業者がこの決算でほとんど赤字だったといううち <laughs> <ー>を含めて大変なことになっているという話もあります大はい。まあ、あのーまあ、でも、円は、ね、さっきも言ってたけど、えーあのー、どんどん円は安定しておりますので,、えー、であだから僕、あのー、理系の技術者でもあるんですけど。あ,はい、あのー えー、ではいつもお話ししている通り経済とか歴史ということで、はいえー、ここもでもあのカロリー理論というので経済と歴史を絡めた話をしてますけど、はい、経済的には今年はすごい面白い年になると思いますそうすか,そうすか、えー、まず去年ヨーロッパが問題を起こしました、はい、でそれを世界が今どんどん立て直そうとしてるんですけど、はいはい、アメリカはここで選挙があります、はい、選挙があると、えっと、おそらくダイナミックに動くでしょうで保守派が勝つか、うんえー、自由派が勝つかということでまた大きく揉めると思いますで もし、えー保守自由派が、保守派が勝てば、うんえー、保守派が勝つって言い方おかしいですねあの、アメリカの金融をどう引き締めるかっていう話が絶対出てくるはずです、うん、今のアメリカの経済っていうのは、うん、新自由主義っていう、えー、市場は神様に任せておけばすべて OK みたいな人たちが支配してるんですけど、うん、これに対してあの日本とかヨーロッパみたいに、大きい中央銀行が。 えー、金融統制したりとか金利を安定させたりとか、うん、そういう時代がまた来るのではないかという話もありのあと、えー、アメリカの膨大な富を独占している、うんえー、いわゆるサラリーマン社長たちが給料を引き下げられるんじゃないかとか、うん、税金を上げられるんじゃないかとかっていう話も、うん、多分いいいろろ出てくるんじゃないかと、うん、私は今日聞いた話で面白かったのは。あのー あまりにも、あまりにも金持ち優遇政策をするから、ええ、アメリカの金持ちたちが。ええ、あの、タックスミーってこう、プラカードかけて、こう。ええっていう話はおかしかったですね。まあ、それも。ミーっていう。それはだから、あれですね、今言った保守派っていうか、あの民主党的な政治ですよね。福祉にもっと重きを置こうという。うん ななかなかそのタックスミーっていうのがいいじゃないですか私に税金をかけてっていう、うんうん、だからそういうだからアメリカのアメリカのいいところってあさっきキリスト教のこと悪く言いましたけど、うんうん、キリスト教の本質的なところっていうところではあのみんな優しくとどんな宗教もそうですけど、うん、あの隣人に優しくなないい宗教はないですだからお金持ちはお金持ちになったってことで、うんえー、みんなに優しくとか金持ちの名誉として。 はい、福祉をするとか、はい、ボランティアをするとかそういうことも全部まとめてアメリカ人の中の美点の一つですよね、まあ、でも、それは一部の人でやっぱり大きく見るとやっぱアメリカの社長はお金を儲けすぎているのでする我々にぜひおこぼれよう的なそうですねはいそういう雰囲気でございます、はい、じゃあ,あの次回はまだ未定ですが次回は、えー、今2月かじゃあ3月になる予定でございます大変実は あのおもれき面白い歴きチャンネルはご好評でそうなんですかあのこの間も同人即売会に行ったら<ー>運営側の方々が見てますよって、ね、ことを言われまして <laughs>、ねはい、い,いやいやいや伊太さんだって見られてますよ <laughs> いつからかねこの時間はみんな退屈な時間なんじゃないかなとかとわれてるんですけど <laughs> はいでもあのそうですねちょっと統、はい、計的にもいろいろ面白いことをまた 探し出しし出てて話してみたいいと思いますので、はい、ぜひね次回、あのーはい、新しいカロリー理論が出てくることをお楽しみに <laughs>、はい、これ絶対本にするとウケると思ってますので、ね、まあその時はでももうちょっと精緻な理論にしとかないとい,かない, <laughs> いいじゃないですか <laughs> もうそんなねえ <laughs> っていうまあというわけでえ今日5時間半をお届けしてきました「はい、面白い歴史チャンネル」次回は未定でございますがえ決まりましたらね3月あたり皆様にお,お知らせいたします。はい、というわけで今日え渋谷のユーースストリームスタジオ もうここもねなも,うもう25回ぐらい借りてるんですけど本当にありがたいことでございますというわけで渋谷のユーストリームスタジオから、えー、今日もお別れいたしますそれではまた皆さん会いましょうさよならありがとうございましたさよなら